夫なの。断りがあなたに可能性を見出したからこそ、戦士としてここへ招いたのです。決して間違いなどではありません。そういうものなんですか。どうか魔王を討つべく力を貸していただけないでしょうか。
謝します、ティータさん。私だけじゃ力不足かもしれないけど、他にもいる異世界の戦士さんたちと協力できればきっと。変なこと言いました？いえ、それについては後で説明します。今はとにかく先に進みましょう。魔王ガルシスの居城は大陸の中心にあるイーグリッド山、その頂上にあります。まずは山のふもとに広がる魔性の森を抜けていきましょう。ガルシスの魔力に当てられて変質してしまった場所の一つです。すでにここは魔王の領域、いつでも戦える準備をお願いします。わかりました。緊張しちゃいます。あなた、どうしたの？道にでも迷っちゃった？あ、もしかして、あのお姉さんも魔王を倒すために呼ばれた戦士ですか？あら、やっぱり早速出会えてよかったですね。ティータさん、油断しないでください。え、まさかとは思いましたけど、こんな小さな子が魔王の敵だなんて。ごめんね、かわいそうだけど撃退するように言われているんです。
この子にゆかりのある場所が再現されていたようですね。一度この目で確かめてからお話ししようと思っていたのですが、今ザナグーにはある異変が起きています。異変？正確にはザナグーの断りに異変が生じたと言うべきでしょうか。魔王と戦うべき戦士がティータさんに立ち向かってきた事実、おそらく彼女は本来の断りから外れ、魔王を守る戦士として召喚されています。そんなことって本来ならばこのザナドゥの断りが持つ力によって正しく召喚されるはずなのですが、どうやら今回その断りが正常に作用していないようなのです。要するに世界のアルゴリズムみたいなものですよね。それを魔王さんが書き換えちゃったってことでしょうか。先ほどの空間への干渉、あの強大無比とも言える力は魔王のものに相違ありません。断りに魔王が干渉している可能性は十分にあります。今の断りで召喚された戦士は魔王の守護者である自分に疑問も持たず我々に襲いかかってくるでしょう。そんな私一人でどうやって。あんまりです。方法はあります。今ティータさんが倒した彼女にある術を施します。大いなる断りを、古の大地に刻みし鼓動を持って汝をあるべき姿になさん。支配する断りを本来あるべき姿に戻しました。魔王の配下となった戦士を打ち倒すことができればこの術で仲間に戻すことができます。そうか、私が無事なのもラッピーさんだ。あなたの勇気に感謝します。よろしくです、ラッキーさん。ご用かしら。ごめんなさい。
でも私にとってはビンゴみたいよ。魔王に敵対する金髪の少女、かわいそうだと思うけど、この弓の前に屈しなさい。あ、行きます。やってみます。なんでこんなことになってるのよ。
ティータ君、君もこの世界に来ていたとはね。オリビエさん、どうしてオリビエさんまで。本来ならばどさくさに紛れて甘美なる君との抱擁を楽しみたいものだが、うん、せっかくの魔王の守護者という配役、相応の思考を凝らしたいものだね。そうだ、君を倒した暁には僕専用の抱き枕にしてあげよう。楽しもうじゃないか。レディー。はや、この僕が魔王の守護者とはね。ありがとう、ティータ君。お礼に僕のキッスでもいかがかな。ちなみに、さっきの抱き枕宣言は冗談だから忘れてくれたまえ。そんな願望がなかったかといえば、まあ嘘になるんだが、ついポロッとね。なんとも危険な御仁ですね。Thank you.
魔性の森は魔王の息がかかった場所です。現実で迷わされている可能性も否定はできませんね。嘘、それじゃどうするのよ。お前か、ちびすけ。いけない、ティータ君。やれやれ、相変わらず警戒心のない奴だ。そんな、もしかしてアガットさんも？ええ、彼は魔王の守護者です。それに、どうやらこの森の番人に命じられている様子。おそらく彼を倒さなければこの森から出ることはできないでしょう。そういうことだ。どうする気だ、ティータ。せない、アガットさんまでこんな風に許さないんだから。アガットさん、私が目を覚まさせてあげます。見くびらない方がいいですよ。かかってきな。レディー。
よく頑張りましたね。あとはお任せを。はこれでアガット君を正しい断りに戻すことができたわけだ。しかし手強い男だったわね。本当にもう大丈夫？この俺が魔王の使用者とは情けねえ話だぜ。おい、ティータ。恋人みたいに仲がいいのね。怖い顔してるからどんな人かと思ってたけど。なんだどこら。なんで睨むのよ。どうやら他の方と同じく記憶ははっきりしているようですね。アガットさん、よろしければお話を聞かせていただけますか？ああ、参考になるかわからんが。とにかく目覚めた時から自分が魔王の守護者ってことが当然のように考えて行動してたな。ティータに剣を向けちまったことを考えてもかなり根強い力みてえだな。断りとはまさにこのザナドゥを律する力ですから、抵抗できるはずもありません。しかし肝心なことはやはりわかりませんか。魔王が尋常ならざる力を持った剣、それを知りたいところですが。こんなところでうだうだ考えてても仕方ねえだろう。力の正体なんてわからなくても魔王をぶっ倒しちまえば同じだろ。わかったさ。君らしいじゃないか。そうですね。この先はハーレック平原。かつて魔王ガルシスに滅ぼされた都市の遺跡があります。遺跡を抜けた先にイーグリッドさんへの入り口があるはずです。じゃあ早速出発しましょう。これを強化する大成功なの。またのご来店をお待ちしてるの。